はい、こんにちは、原田農園です。今日はですね、2月の26日月曜日です。昨日作業をしてですね、もう体が月曜日なのにボロボロです。腰は痛いし肩は痛いし、ということで今日ちょっと作業を休んでですね、今ほうれん草のハウスに来ています。ほうれん草の出荷の、準備して出荷、していきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、こちらほうれん草のハウスです。結構大きくなってきました。大きいものからですね、徐々に出荷しているんですが、なぜかですね、この辺ちょっと色が黄色くなってきています。なぜでしょう。右側は結構ですね、大きくて色もいいんですが、こちら左側ちょっと色が黄色くなってきています。水はやったんですが、なんか他に考えられる原因としては、ちょっと皆さんこれじゃないかっていうのがあったらぜひコメントください。はい、ほうれん草のハウスの様子でした。はい、こちらアイスプラントのですね、ハウスの様子です。下葉がもう枯れて全部なくなったりしてですね、あとはまあ片付けて取ったっていうのもあるんですけど、大きくなってきて、出荷を再開して今徐々に売れ始めてきています。だいたい今1日に、1万円の売り上げっていうところですかね、野菜の全体で。はい、この調子で、ずっと売り上げていくといいなと思うんですが、やっぱりなかなか寒さとの戦いなんで、これからはまあ暖かくなるばっかりなんで、様子を見ながらですね、出荷していきたいと思います。はい、アイスプラントのハウスの様子でした。はい、今ですね、昼休憩で事務所にいるんですが、皆さん、この時期青色申告頑張ってやっておられますか。原田農園はですね、月々にちゃんとやればいいんですが、今集中的にレシートとパソコンを向き合うばかりで、なかなか申告は進みません。もう深刻な申告になっております。はい、今だいたい5月ぐらいまで、レシートですね、分けて、レシートをこのような封筒に分けて入れてですね、そこから、取り出して徐々に、パソコンに打ち込んでいるという感じです。またパソコンのですね、ソフトはちょっと、紹介していきたいと思うんですが、うちが使っているのは、ちょっと大きくしますね。楽々青色申告の農業版、こちらを使っています。購入はですね、8000円ぐらいだったと思います。で、年間の更新料が3000円ということで、いろいろですね、他のものも使っては見たんですが、ソリマチの農業簿記とかですね、これがもうシンプルで一番いいということで、一応これを今使っています。もう単純に現金の出入りと口座の出入り、こちらを入力してですね、あとはまあ決算書を出していくという形で、すごく使いやすいソフトになっていますので、こちらはこちらを使っていますということでですね、作業のできない時はですね、こちらの申告今頑張ってやっていきます。
もう2月26日ということで、3月15日までには提出ということになっていますので、まあそちらに間に合うようにですね、やっていきたいと思います。はい、青色申告の状況紹介いたしました。